と保塾の教科書に死という文字はあっても敗北という文字はない。男塾一号戦、油プロの富樫健二じゃ。グローリーノーサイゴン、俺の好きな言葉だ。へへへ、手はイタチでも力は虎だぜ。男の勝負に言葉はいらん。ただそれだけのこと。見かけで人を判断しない方がいい。死ぬことになる。この目は見えずとも、私には研ぎ澄まされた心の目がある。お前が弱いんじゃねえ。俺は強すぎるんだ。一文字流残眼剣、この世に切れぬものはなし。このわしの鋼の筋肉は貫けはせん。我が魔性剣の恐ろしさ、身をもって味わうがいい。私の名は男爵 D の、人は私をヘルズマジシャンと呼びます。伊達や水郷でこんな頭してるんじゃねえんだ。戦いにおいて平常心を失うことは死を意味する。このようにわしの指で貫けぬものは存在せぬ。この勝負10秒で終止符を打つ。俺の名は大豪印じゃき、男塾の帝王と呼ばれる男よ。死亡確認、見事な最後でよっと。わしが男塾塾長、江田島平八である。